いやー、素晴らしい絵だ。まあ、もっとも私の方が素晴らしいがね。行くか、小林。いや、ここね、マジでね、狂気の沙汰すぎる。手とかがいろいろ宙づりになってるからな。じゃ、とりあえず見てないそっちとこっちもあるのか。ありすぎでしょ、このステージ。あ、ここは？でもさ、ここ入れないんじゃない？多分。この白い霧って逆から来ないといけないとかさ。お！装飾の探石2。これでこの剣めっちゃ、あ、これさ、調べよう。石剣の鍵使おうぜ、もうこれ。おら！どこに使うの？あー、これ、いや、頭に刺すんだね。やっぱファロスの石的なやつなんだね、これね。おお、誰。めっちゃいる！めっちゃいる！いや、2人だけだ。大丈夫。こいつらを倒せば、このアイテム、全部、俺のもんだ。よーし。ははは、ダイナマイトスラッシュから逃れられる者はいないんだよ。鉄の砥石場。これがあると属性を付与するときに追加で選択できるようになるのか。なるほど。便利ですね、これ。いいものもらったんじゃないでしょうか。お、これは高門のウッドシールド。でもウッドシールドだから、雷カット率が高いとかじゃない？鷹の紋章がついてるやつ系は。どうなんすか？実際のところ。魔力カット、雷カット、聖カットが、そこそこ。そこそこというやつです。ヘビークロスボウはもういらないので。オッケー。じゃあこれで冒険続けていきましょう。慈悲の探検。試験ではないんだね。探検だから、ああ、でも探検だから、致命の威力とか、うわあ、ここ、さっき見えたとこか。見えてたとこだ、上の方から。よし、オッケー。お前は元気か。こっちもまだ見てない。あ、ここあれか。犬がいるところ。なんかあの、でかい人が釣られてるところ。おいおい、気が狂ってるぜ、マジ、ここのステージ。急いどこう。やばい、全然倒せない。いって、やばい。本気でまずい。助けて。おら、よし、やった。おい、てめえ、この犬子がよ、いい加減にしろよ。いや、でもこれはこれでいいアイテムっぽい。なにこれ、人々だ。人々、これは何？これ、さなぎって読むらしい。さなぎたちの形見、読めなくて調べたわ。虫、ま、ようで調べたわ。虫、ま、ようで調べて出てきたわ。すげえわ。Google ってすげえわ。貴重品だけど何なんだろうな。次に絵となったさなぎたちの遺品、ビロードの赤布に包まれたブローチ、それはほんの少し血に汚れている、うっすらと見える、レース型は、何かを語りかけるようだが、その声が聞こえることはない。だ、ここにいるのはみんな人間で、まあなんかさなぎって呼ばれて何か魔改造を施されてたんだろう。獣肉の塊、やばすぎる。もうやばすぎるということだけは分かった、この地。この先涙があるぞ。いやー、なんかね、そう、これ多分女の子か誰かが持ってたやつなんだろうな。恐ろしいぜ。だからここの城の主が多分相当狂ってるっちゅうことでしょ。で、ここは？あ、エレベーターだ！おい、神！あ、これで上に繋がるのか！やっとだ！これで祝福に触れられるんじゃない？そんなことは、ある！ある、よかったわ。で、こっちは、じゃあこっちもやがて開通するわ。もう少しでやがて全てが繋がるぞ。よかった、祝福ゲッチュ。さすがにここにいるやつは再配置されないみてえだな。あいつマジ再配置されたら困るわ。あんなに頑張って倒したからな。再配置はされないね。再配置されない、よかったわ。じゃあ引き続き、この先の城の攻略に戻るとしましょう。ただ敵がいっぱいいんだよね。正面このまま抜けていいのかはマジでわからないけど、ちょっとこっちの方から行ってみるか。あれ、こっちは何？おい、なんか、おい、地下の入り口あんだけど。おい、マジかよ。ここもいろいろあんのかよ。おい、見るところいっぱいだな。あっち行け、このネズミども、ネズミどもこのネズミどもが、汚らしいネズミどもが。ここもあれじゃない、石剣の鍵みたいのいるやつだわ。わあ、この先どうしよう。さらにさ、霧あるんだよね。調べる？使っちゃうか。もうあると、あるうちに使おうぜ、これ。よいしょ。はい。いや、でもこれさ、意味ないんじゃない？あるわ。めちゃくちゃ意味あるわ、ここ。いや、やっぱファロスの石的な感じで、貴重品だから使えばそれなりに神狩りの船員と、こっちは
さすがに罠じゃないよな。はい、神肌の祈祷書、これで覚えられる奇跡が増えるとこかな。これは祈祷師に渡すことで祈祷が学べるようになる。だからやっぱりあの覚えられる祈祷のあれが増えるんだろうな。あとこれはあ、聖印だから あれだね、奇跡を打ってるやつか。これ信仰27も必要だから、ほんと P クラスじゃないと持てないよ。 P クラスじゃないと結構持つのしんどいやつ。あー、ここ見たな。繋が、こっち入れなかったとこだ。ここあいつの大振り、他のやつ巻き込んで、あ、やばい、あそこに祝福あんのかよ。おい、それ言えよ。さっきここで死んだわ。おい、こんなとこにあんじゃねえかよ。さっきもう目前で俺死んでたんだな。え、こっちから開かないの？じゃあどっちから開くんだよ。反対側からだろう。反対側からだろう、そりゃ。これも全部壊そう、全部壊す。敵の物資はね、奪う。あ、これは動くんだ。動くのこれ、どこに繋がってんのこれ。え、これどこ行けるやつだろう。ショートカットっぽいけど、どこに行かれますか。上だからさっきの真ん中のやつかな。真ん中のやつっぽいか。どこだよ真ん中って。ここどこ。ちなみにここどこですかこれ。ちょっとわからねえな、この城さ。ほんまに広すぎて意味不なんだけど。今俺がどこ歩いてるかもさえもわからん。どこだよここは。マジでどこ、マジでどこ。うわ、壺の人たちだ。でも敵じゃなさそう。いや敵っぽい。え、敵、おいおい、敵かお前。敵だ。秘密も取ったから怒られちった。 あっちもあるわ。これは、あ、秘密も取ったから、やばい、怒られそう、怒られそう。やばいやばいやばい。おい、クソガキども殺してやるよてめえら。うわ、ちょっと、お、親が、保護者が、保護者がいる。保護者の前で殺してやるよ。いってー、スーパーラリアットザンゲフだ。ザンゲフだ、やべえよ。ラリアットかましてきやがる。あとちょっとが倒せない。うわ、ツボが粉々に粉みじんになって消えた。そんなむごいことあっていいのか。よいしょ、これ出血すんのかな。ツボは出血しないだろう。ベイブレードだ、行くよドラシェル。マックスさん来てくださったんですね。やべ、ツボは出血しないんじゃね。ツボ出血しなさそうだな。行くよドラシェル。マックスさんやっぱり来てくださったんですね。あ、ツボ出血なしだわ。それは出血しないよな、ツボだもん。うわ、キッズおるやん。おい、キッズあっち行けよ、キッズ。うわ、こいつも動くわ。やばい、キッズ強い。よし、リーチがあるからこれでほぐれる。2人まとめて、うわー、全部砕け散る。なんだこれ。うわー、生きつぼの破片。なんかやだよ俺これもらうの。生肉団子。なんかやだよ俺、なんかやだよ俺これもらうの。でも死んでな。うわー、すごい罪悪感えぐ。罪悪感えぐすぎだろ、このつぼを殺すということ。これが命をいただくということか。砕け散って死ぬのなんかかわいそうじゃない。ひどいよ小林。この世は弱肉強食なんだ。やらなければこちらがやられる。これだ、生肉団子。 HP を回復するか毒状態になる。バカか。いや、生き壺の破片も合成用アイテムだな。合成元のアイテムになってる。あっちにも、あっちにもあれありますよ。え、てかさ、あれいるわ、千儀くん。千儀くんいるから、千儀取れる子いるから、ちょっと、あー、落ちないで、落ちないで。よいしょ、あっちにも祝福見えるんだよな。気のせいかもしれんが。で、お前は殺す。ででん、いいよ、いいダメージ入った。やべ、あいつ、マジ、早え早え。待て、この野郎。いや、なんか、鍵爪から逃れることはできない。戦灰、嵐呼びを覚えることに成功いたしました。もうちょっとまだ戦技全然使ってないから、これもね、いい感じに使っていきたいですね。ここはまだ見つけてないところ。おぉ、ボスじゃないの。あ、これどこ、チナどこ、ここどこ。ここどこっすか。どこかわかんないけど絶対ボスだよ。しかもめっちゃ強いぞ絶対。こういう配置になってるのさ、ドラングレイグ王城以来だって。ドラングレイグ王城だって、この配置は強いって絶対。デュナシャンドラ前じゃん、だってこれ。ちょっとここがどこに繋がってるかだけ確認しよう。どこに繋がってますかこれ、アンちゃんたち。わあ、ここはまだ寄ってないところだな。脇道か、あっちの正面から来たところの脇道かな。いや、どこだろうここ全然理解できてない。よいしょ、睡蓮と、あ、待って、これシュシュだ。シュ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 。あ、これで回復量増やせるわ。
あ、やっぱ脇道っぽいな。よし、早見脇道、早見脇道だ、こっちは。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。さっきのところ横から来たらこっちに行けるっていうところだ。あ、やっぱさっきのとこだ、さっきのとこ。よかったよ、あたしゃ、あたしゃよかったよ。よいしょ。で、ここに帰ってくると、下のアイテムも全部回収してボス挑もうぜ。だからここ正面から、最初から正面からバーって突っ切っていけば、これ何？メッセージかよ。正面からバーって突っ切っていけばボスまでめちゃくちゃ早いんだな、この城って。なるほど、周回プレイの時はそうした方が良さそうだな。めちゃくちゃ広かったわ。聖杯瓶の使用回数増やします。オッケーじゃない？オッケーですね、これ。ただこの爪がプラス2だから、これで勝てるかどうか。あや、まあこっちでもいいね、こっちの剣で行ってもいい。は？なんだなんだ。あー、ムービー始まるやつ、ムービー始まるやつ。まだこの城の主出てこないんじゃね？マイティドラゴン、共に末裔たる竜よ。な、竜死んどるやっけ。お主の力、きっと我を高めようぞ。なになになに、え、指めっちゃあるじゃん。ノー、え、いきなり？あ、そうですかね。そうは私は思いませんけど。ダイナマイト小林に話しかけてくるやつか。汗びと風情がめっちゃ手移植してるじゃんこいつ。え、ちょっと待ってください、卑怯ですよ。グリーバス将軍の100倍すごいやつじゃん。地に伏せよ。こいつがここの王なのかな。我こそは黄金の君主なるぞ。マジ？腕いっぱいあればあるほど偉いってのかよ、お前。俺にも腕はめてくれよ。次期のゴドリックはこいつだわ。こいつか、てめえ。おい、ゴドリックパイセン。見つけましたよ。はい。まあ、ディレイだ、相当。相当なるディレイ。いや、でも、ちょっと待って。いや、待って。でも、フィールド広いな。フィールドクソ広いぞ。とりあえず、一旦様子見しよう。うわ、わ、なんだ、それ。待って。おーおー、追尾してくる。なんだこれ。行って行って、離れるのはあんまり良くなさそうだな。ということは、うわー、ディレイ。あ、でも意外といけるか。出血するんじゃねこいつ。出血してくれる。はいはいはい、オッケー。はいはい、あ、出血するわ。いいわ。いいねいいねいいね。ただこれが分からん。あ、ちょっと見えないけど、なんとかなってる。もう行けもう行け。出血狙いで行くしかないな、このゴドリック。それでここの、わーおわーお、出血狙いでちょっと行ってみるか。もはや盾とかいらないな、これ。出血狙っていけば行けそう感はある。何これ、ボーン来る、わ、やばい、その後ボーン。うわー、定番だよね、定番ですよね、ゴドリックさん。わー、でも結構リーチは長そうだけど、懐意外とアンチ説ない？ないです。懐意外とアンチは。あ、この風が何？風は、おお、これはもうローリングで避けるしかないんだな。オッケー、ローリング。オッケー。はい、出し出し。これは一回避けとく？出血したのは出ないの。危ねえ。出血させるの、マジ偉い。もう一回出血狙っていこう。オッケー、いいよ。とりあえずは半分目指すか。一回で倒さなくていいわ。おお、大振りすぎない？お、大振りすぎ、ちょっとわからない。それは？これは、中入ろう。中入れない。今、いけ、小林トラッシュ。やばい、風が来る。嵐じゃん。うわー、なんだ、危ねえ。ちょっと待って。回復しよう。回復する。これ、相当ディレイかかってる。出血もしないっすか？出血してほしいんすけど、自分行って出血大サービスしてくれよ。もう一回出血してくれ。出血耐性つくとかある？いや、出血するわ。ほら、やばい、今絶対致命入れられたけど、調子乗って攻撃しまくった。なんだ、は？あー、ええ、腕切り落としてるわ、あいつ。え、は？何やってんの、こいつ。え、は？やばいわこいつ。どうしたおいおいおい、嫌になっちゃってるじゃん、人生。どうしたんすか、おじさん。
おお、強き竜よ。で、こいつ一生死んでる竜に話しかけてるじゃん。なになになに、あ、血を飲ませると復活するみたいなこと。その力を我に。え、やめてくれ。え、あ、ついだってこと。ついだって、継ぎ木にしたってこと、これを。え、頭、竜の頭、マジ。え、それ動くんか。え、マジ、嘘だろお前。そんなことありかよ。え、火吐くの。いや、多分こっから強いわ。五章乱ある。おい、見せてやるよ。じゃあ俺のダイナマイト戦術ってやつもな。ファイルファイル、わーっつ、どうしよう。あれ、ここからが本編だわ、ゴドリック。ここから本編だな。うお、ぶね、ゴドリック、ここから本編だ。どう見ても、いや、火力と炎の嵐、これは、うわー、やばいわ。ご承諾あったか、偉大なるゴッドフレイよ。いやー、前半お遊びだな。ちょっとリベンジゴドリックしよう。ここはお前が終盤強くなるということは分かったわ。これさ、危ない、本当にやばいわ。お前の、うわー、出血しろ。やばい、それちょっと待って、本当に分からん、その風が。でだようだぞい。ほら、出血しろ、出血カーニバルしろ。あ、それはまずいわ。ボーンからのボーン来るよね。だが小林はその間を縫って、貴様、うわぁ、ディレイがえぐい。うわぁ、わぁ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 、ジャンピングからの小林スラッシュも入っていく。うわ、怖い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 。よく見ろ、よく見ろ。うお、これいった、ふざけんなマジで。やばいやばいやばい、落ち着け、落ち着け、落ち着けばいい、落ち着けば絶対に勝てる、落ち着けば絶対に勝てる。あれ、何やって、何やって、何やってる。とりあえず近づくか。あれ、何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 、あれ、風。いや、これ結構ね、リーチ長いんですよ。ドーンからの、この次は鬼リーチ。長い、伸ばしていくんだよ、腕を。ついだ腕を。今、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 うわ、うわ、うわ、今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 。出血しろ、出血しろ、出血しろ。弱出血しねえ。出血しろよ、今。あー、じゃねえんだよ、おめえは。これさ、もう前ダッシュじゃねえ。ジャンプしてる。ジャンプしていけ、週刊少年ジャンプしていけ。出血した、うおー、危ねえ。うわ、その後にドラゴンパンチ、やばい、ドラゴンパンチマジやばい。やめろよドラゴンパンチ。あ、ドラゴンパンチ先生、モンキーパンチ先生のいとこ、やばい、これ死ぬかもしれん。いやー、死ぞ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 。生きてるー、生きてる証だよ、生きてる証。じゃあその後の炎はマジエグい、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 マジエグい。生きてる、生きてるよ、僕生きてるんだ、僕は生きてる、助けて。これジャンプじゃね、ジャンプだわ、分かった、克服した、お前という存在を。ごめん嘘、ごめん嘘だわそれは。いや、この広いフィールドを存分に使っていくしかないのよ。いってマジでディレイ。いや、それはやばいよ、それやばい。一回回復しよう、一回回復。それはもうジャンプなわけよ。オッケー、克服した、これジャンプゲーだわ、週刊少年ジャンプ。危ねえ危ねえ危ねえ、オッケー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 。あ、行って行って行って、これ飲む、飲んでいい気がする、飲もう、死にたくない、ゴドリック。よし、これはもう一回引きつけていいのよ。危ねえ、オッケー、出血しろこの野郎、出血しろバカ、出血しろバカバカ。このバカ、おいおいおい、ドラゴンなんかつけてよ、動きが鈍っちゃったんじゃねえのかよ、おめえさんよ。やべ、当たらない、当たらないだろ、当たってる向こうの、やばい、小林ポルケン、ダイナマイト、ダイナマイト回避だ、ダイナマイト回避です。小林さん、小林さん、ダイナマイト回避しろ。やばい、小林ダイナマイトダーシュ回避。生きてる、生きてる。いや、もうちょいなんだよな、だがここは行くべきか。危ねえ、しろ、うわ、なんでそれ、まずい、このファイヤーまずいぞ、非常にまずい。うおー、なんで、なになになに、飛んでくる、うわ、それきつすぎ。やばいやばいやばい、あれ何、あれ、あれはスーパーメテオで、これ近づいた方がいいわ、近づかなければ勝機はいった。いや、近づこう、だが俺は近づく。これどこ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 、燃やしてんのか、この間に回復しよう。やばいやばいやばい、あっつ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 、うわうわ、危ねえ、もうちょい出血狙おう、避けて
避ける。うわ、避けろ、なんとか避けろ。ここ小林出血してない。なあちょっとなあ、欲張ったな今のは。今のは欲張っちまったよ。いけるぞこれ。おいおいおい、じじ、出血の時間はどうした。ゴドリック、よっしゃー我は黄金の君主、黄金は血塗られて真っ赤に染まった。いつかまた共に帰らん。黄金の時代は終わりだ。これから鮮血の時代がやってくる。我らの故郷知らんな。ゴドリックの HP は消えた。ダイルーン、破片の君主を倒して得たダイルーンは恩恵の力を失っており、各地の真珠島でそれを再び得ることができる。向かうべき真珠島はダイルーンアイテムに記されている。はい、ゴドリックのダイルーン、まあ、横にあったやつかな。継ぎ木の追憶、これまた戦えるってこと。これ心中の源一郎殿みたいなああいうやつ。継ぎ木の追憶、指読みにより、主の力を得ることができる。だからソウルか、ルーン獲得みたいな感じ。わからんわからん。黄金樹に刻まれた継ぎ木のゴドリックの追憶、指読みにより主の力を得ることができる。また使用により莫大なルーンを得ることもできる。弱き男はおぞましい継ぎに力を求めた。兵士たちをいつかまた共に帰らん。黄金のふもと我らの故郷に。なるほど、マルギットだっけ。マルギットの方がゴドリックよりは多分めちゃくちゃ強かったな。じゃあとりあえずこっち入っていいのかな。開くのかな、そもそもここ。お、何ですか、ゴドリックさんのお宅ですかね。こっちはお邪魔しまーす。ダイナマイト小林でーす。ここは多分ゴドリックの玉座みたいな感じなのかな。よし、今日から私が王になろう。よし、任せろ、今日から私が王になってやるよ。小林、その座り方は何なんだよお前。乙女すぎるだろ小林、ちょっとその座り方はちょっと王毅とかがやるやつだからそれ。あ、こっちはでも何もないじゃん。ここなんだよ、何もねえじゃん、つまんな小学生かよ小学生か小林。どっちから来た。こっちはまだ見てないね。おいおい、これだけだったらねちょっと困っちゃうんだよ小林としても。あ、これさ裏に抜け、てか R1 できないわ。できてるわ。裏に抜けるだけ、城の先のステージに進むだけだったらちょっと、え、なにこれで、ま、もう一回俺ボス戦とか始まったらちょっと切れ散らかしちゃいますよこれ。みんな何メッセージよそんなとこ。あ、隠し扉ね。ないんだなこれが絶対。はーい、ないんです。で今回隠し扉マルートとかだったりする。ないんだなそれが。そんなものはない、そんなものは絶対にないです。あ、こっからねどんどん降りることもできるんですが、よいしょだ。はい、お、あ、なにゲール G みたいのいるじゃん。はい、オッケー。あ、しゃぶりりのぶどう、これなんか貴重品なんだけど。しゃぶりりのぶどう、黄色くただれきった闇人の瞳、なにこれ黄色く叩き引き切った闇人の瞳、表皮は剥がれかけ、中身はどろりと柔らかく熟しきった大粒のぶどうに似てる。盲目の少女に捧げれば彼女を、彼方の明かりに導くだろう。盲目の少女、なんかさ目見えないやついたわどっかに。どこだっけな。あ、そいつ死んだわあの王女のさ、王女の娘じゃ、何お前、え、どういうことえ、どうなってんの。あ、なんかすごい悶絶して、あ、こいつが目抜かれたってこと。こいつ目、巫女様どこにいらっしゃいますか、どうか私のブドウをお受け取りください。おっそろしいね、おっそろしい話だね。え、これブドウ部屋、これブドウ部屋だけってこと。これだけ来てブドウ部屋。なるほど、まあお前にとっては大事だったかもしれない。あ、でもこっち外あるよ、外あるじゃん。なんだ外あるじゃん、外あってあれかな、祝福かな。でも俺ここの辺のさ祝福見つけてるんすよね。祝福はないんですか。あるんだよな。で俺ここの祝福はね見つけてるんすよ、なんと裏探索した時に実は見つけてるっちゅうね。でお前は誰なんだよ、お前いなかっただろ。あ、お前目見えてないな。どなたかそこにいらっしゃるんですか。います、はじめまして、私はハイータ、彼方の明かりを探してます。それでふしつけなお願いですが、もしあなたがしゃぶりのぶどうをお持ちでしたら私に恵んでくださいませんか。私は生まれつき目が弱く、行くべき場所も見えませんが、
それでも何かそのブドウを食べると目の奥に彼方の明かりを感じるのです。怖っ、この世界の人。それをめぐり指の巫女となるのが私の使命なのです。そうか、じゃあ私の使命を受けるか。じゃあまず私の股間をちょっと、とりあえずこのものを、股間のグレートクラブをちょっと一旦しゃぶってもらおうか。しゃぶりりしてくれ。股間をしゃぶりりしてもらわないと困るんだよな。これでまた、あなたの優しさに感謝します。お、感謝しろよ。どうかあなたにも指の加護があらんこと。おい、あ、仰せのままに、仰せのままにいいのか。じゃあちょっとな、じゃあちょっとほら加えてもらおうか。ほらすげえ、この先まだまだ続いてるな。あそこに教官見えるし、あっちにもまだ城あるし、奥にもいろいろあるし、もう困っちゃう。私もう困っちゃうわ、本当に。で、右の方にもさ、いろいろあるじゃん、これマップがさ。こっちも見ておきたいんだよね、ケイリット。でもここ行って良さそうだよね。ここ一旦行くか、リムグレイブの真珠島。ここ行こう。これでさ、ここ開くんじゃね、さすがに開くよな。開いた、よかったなりよ。開いたわ、やったやった。で、ここで何が行われるんですか。なんかすごい能力アップとかな、あるかな。すげえ、落ちたらしいぞ。おお、エレベーターなの。エレベーターだったわ。で、これで上に行けると。あー、なるほどね。小林どこに、宇宙まで連れてかれちゃうかな、これ。小林ちょっと困るんだよね、小林。まだやり残…酸素が薄くなってきた。小林酸素が…宇宙だ、宇宙だ。間違いない、私は宇宙に旅立ってしまう。すごい、エクスタシー状態。小林エクスタシー状態です。え、どこまで行っちゃう、これ。釣り天井みたいになったら殺されちまうけど。大丈夫だ、小林。やってきたぞ。なんかすごい高いところまでやってきたんじゃないか、これ。高すぎー。ここどこ、祝福に触れまーす。どこですかい、インザスカイ。空です。ここはどこじゃ、リムグレーブの真珠と。めっちゃ高いとこなんじゃない。うわー、高所恐怖症だからね、小林は。小林は恐怖症です。どうも、恐怖症です。何これ、え、チンコ丸出し星人。いや、指だわ。日本指ってこういうこと、日本指みたいな。巨人の日本指だわ。これで何したらいい。わあ、小林代わりもある。大ルーンに力を得る。大ルーンに力を宿すってこと。大ルーンに力を、これで大ルーンに力を。お、ゴードリックの大ルーン帰ってきた。これか、恩恵により全ての能力値を上昇させるって。どういうこっちゃ、どういうこと、全ての能力値を上昇させる。何、全ての能力値って何、全ての能力値イズ何、生命力とかそういうこと。何これ、え、そんなチートアイテムみたいになっていいの。その大ルーンは、要の輪とも呼ばれ、エルデンリングの中心に位置していた。エルデの、ゴッドフレイとその子孫たち、黄金の一族は最初のデミゴッドであったのだ。あ、そうなんだ。あの、でっかい絵にいたやつがゴッドフレイっぽいな、ドラゴンと一緒にいたから。それがゴドリックの父親系なやつなんかな。まあ、ちょっと考察の方は全くわけわかめお姉ちゃんですけど、とりあえずこれを手に入れたから、また新しい方向に行きましょうか。どっちに行くのがいいんだろうな。ケイリットでも見てみたい感あるよね。ケイリット行く前にこっちの地図広げてみたい感はあるな。こっちの地図広げるか。